おはようございます。私毎朝ウォーキングで、まもなく朝の7時かな、先日6月15日にクオモ州長の州知事の方から、コロナの規制緩和解除の、コロナ勝利宣言が出まして、なんかその15日の夜にはドーンと、ニューヨーク州で感染が出たみたいなんですけど、ワクチン接種が 70% に達したということで、ニューヨーク、コロナの規制が完全に解除ということらしいんですけれども、いや私はちょっとまだまだマスクつけてよっかなっていう感じです。だけどパークほとんどマスクしてないです。皆さんする必要ないんでしょうけど、いや私はもうちょっとしばらくマスクをつけて、解除になったからといってちょっとそんなに気は緩められないぞみたいな感じなんですけど、ふと思ったんです。ワクチンを打ってない人は引き続きマスク着用が義務付けられてるんですけど、これ私マスクしてたら、お前まだワクチン打ってないのかよって周りの人に誤解されるのかなと思って、しょうがないですね。まあどう思われてもいいですわ。はい、ほら、もうずいぶん前からだったけど、マスクしてるのマジ私くらい。わあすごーい。わあすごいねなんかこう見事に誰もマスクしてないと、なんだろうね、いや私絶対的にここにいる皆さんよりいち早くコロナワクチンを打ったわけですよ。本当一応エッセンシャルワーカーなので、今年の1月にはワクチン接種したんですけどね。で抗体検査でめっちゃ抗体もついてたんですけど、いやーマスクしてるよねまだね。まあこれはね自分の判断でよしだと思うし、まあ他の人にね早くワクチンお前も打てよって誤解されてもいいかなと。でそこを気にしてじゃあマスク外そうかっていうのはポイントがずれてると思うので、いやーもうちょっとで、ただね本当にコロナの感染率めちゃくちゃ低いんです。多分ニューヨークが一番低いんじゃないのかな。コロナワクチン 70% の、接種者じゃないですか。でコロナ感染率 0.48 とかなんとかだったかな。だから本当にねまあ安全というか、もうコロナなんかね一時はすごかったから、ニューヨークもうコロナといえばニューヨークみたいな感じだったからね。いやーでもついにニューヨークもここまで来ました。ぜひ皆さんニューヨークに遊びに来てね。見えます？朝散歩のついでに朝のお買い物もするんですけど、こちらの野菜すごい安いんです。でもこのお店に入るときはマスクは必要ですよ。規制解除しても小売店は自分たちのルールを作ることができるので、店内に入るときはマスク必須です。こちらはね店内に入るときはマスク必要ですよ。すごい安いのよ野菜が。違う、5個1ドルってすごくない？もちろん買いましたよ。そうなのよ、すごいお得なの。私早速がっつり買ってピーチ5個、
長ネギ、ネギを煮たば、玉ねぎを1バッグ、4つ入りかなと、それからレッドピーマン、レッドピーマンって言い方変だけど、赤ピーマンね、レッドペッパー、ほら2個で1ドルなの。なのでね、こんなに買ってもね、5ドル48セントぐらいだった。すごいでしょ。もうこれでしっかり野菜と果物を取るわ。ちょっと見てよ、この紫陽花超綺麗。こう散歩してるとすごいこういうことがあるからいいのよね。すごい綺麗でね。そしてよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。